え、めっちゃ可愛いんだけど、なにこれ、可愛い、な、なにこれ、あ、いいよ、なんかあるぞ、なんだなんだ、ない、あ、違う、え、何もない、何もないけど、箱楽しい、箱楽しいじゃないっすよ、何もないけど箱楽しい、交代した瞬間ゲーム変わってます。おひげよう。はい、今回のジャニーズゲーミングルームはこの2人でやっていきまーす。お願いしまーす。はい、やるゲームはストレイということでね、はい、主人公が猫で、はいはいはい、猫がこうすごい謎解きをしながら、なんかこうロボットたちの世界なんだけど、そこのなんか謎に迫っていくみたいな。え、あの猫がめっちゃリアルなやつですか。あ、そう、ああ、わかる、わかった、わかりました、わかりました。そう、めっちゃ可愛いね、猫が。確かにちょっとやってみたいと思ってたんですよね。あ、本当？これね、3回目なんだけど、今回で、はいはいはい、あの宮田くんと勝利と、はいはい、で今回流星と、はい、今なんか前回までの振り返りみたいなのはいただいてるんですけど、うん、B12、 あ、そうね、いや、だからちょっとわからんワードがいっぱいあるんで、確かに、ちょっとやりながら覚えていきます。あの横文字多すぎてね、俺とか宮田くんもね、うん、なんだこれってなったりしてたから、ちょっとなんかね、もうやってやる、覚えながら、うん、とりあえずやっていこう。はい、じゃあ最初俺がやるわ。お願いします。あー、これや、これ、あ、はい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 、はい、これね、これが B12、 これが、そう、 B12、 この猫ちゃんの名前大輝って言うんだけど、いや、書いてますよ、しっかり、そう、大輔のキャット略して大輝、そう、宮田くんがつけてくれたんだ。じゃあもうこの猫ちゃんは大輝、そう、これ大輝ですね。ウエストにも大輝いるからね。あー、ちょっと大輝イメージなさすぎて忘れてた。シゲやっぱシゲのイメージ強いもんね。大輝やった。お、なんだこれだ。これで、あ、ウーバーニャンコするわ。ウーバーニャンコ、うえー、かわいい。なんかギャップがすごいですね、このなんか世界観と猫の可愛さの。いや、でも確かそうだね。かわいい。お、お、来た。スラムパート2、はい、来ました、これ確実に。なん、なんすか、なんすか、これ見て。え、はい、来ました。え、な、な、何してんの、何してんの、気持ちいい。何してんの、何してんの。これ爪を研いでいくだけです。あ、これ爪研いで何か意味あるんですか。ないよ。ないんかい。ただ可愛いからやるっていう。そう、人ん家の壁が気持ちいいんだよな。すごい、やっぱ3回目やからしっかりもうこの大輝の気持ちになってやってますね。いや、そうなのよ。もう僕の実家も飼ってるんですよね。え、そうなの。あの、ちょっと詳しくないから名前わかんないんですけど、あの、あの毛長いやつなんですけど、毛長い方のね。毎回実家帰ると酔っ払ってその猫抱きしめて寝ちゃうんです。お、なんだ、ん、小さなアウトサイダーさん、もし君がこれ読んでるなら君はまだ生きてるということだ。やったね、やったね。誰からのメッセージ。ももっていうね、いるのよ、アウトサイダーっていうなんかグループ組んでる人が。僕はバーに行ってある装置を使いアンテナの感度を上げている。こっちで会おう。さて、こっからバーを目指すと。はいはい。なんだ、この前回のザ、なんて言うんですか、ザ、ザーク、ザーク、これもね、俺らもね、え、めっちゃ可愛いんだけど、何これ。え、可愛い。な、何これ、寝てる。え、あ、待って、何これ、寝るだけのモーションだ。あ、寝るだけにこのコマンドついてた。可愛い、可愛い、可愛い。え、なんかおるやん。そう、これ住民なの。これ敵みたいな感じなんですか。いや、味方なの、みんな。あ、味方なんや。そう、あ、もう俺だ、俺や。あれ、あれ、ああ、違うか。あ、いや、わかんない、なんだ、バーっぽくね。バーっぽい。お、おお、ここだ、来た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 、すごいミラクル。見てよ、シグナルを受信したよ。こんにちは、聞こえますか。こんにちは、うん、聞こえるよ。スラムから発信してる。ここからの脱出方法を探しているんだけど。待って、もしかして、ザベリーダダダ、なんだよ、何これ、ザベリーダダダダダダ。イエス、ピピピ、我々は無事、ピピピ、道を探しました、ピピピ。私たちの場所に来るには下水道を通らないと、とても危険で。ズーク、ズーク、ズークがそこら中に。前回それに
それを避けてた、追いかけられてたってことか。そう、ザークっていう変なロボット、ロボット、虫みたいなロボットがいる、からもう避けて逃げて、そうミッションをこうクリアするみたいな。ああ、なるほど。下水道を通ることなんてできないよ、ザークがうじゃうじゃいるんだからすぐに食べられちゃうよ。行っちゃうのか。むむ、失礼なの。彼のお父さん、ドックは偉大な科学者だった。ザークを倒すための武器を開発中だった。数年前、その武器のテストをするといい街を出て行き、それ以来姿を見せていません。もはや、ウェームズの言葉を信じちゃダメだ。ウェームズになってる。ノートの中でドックは時々シークレットラボについて書いている。彼はそこで作業していたに違いない。ウェームズのアパートにヒントがあるはずだ。一緒に来て。シュワーズ、お願い、ドアを開けて。君のお父さんが僕たちを助けたがっているのは知ってるよね。まあ、そうはしてたけど。ウェームズ、ウェームズになってる。お、開けてくれんの？お、行ってくるわ。あら、ドックのノートを持ってシームスに見せてる。これがシームスね、新しいアイテムだ。あ、おーっとっと、寝てる寝てる。あ、あ、幻覚じゃない。はい、シームス、これ何？待って、これパパの。うわ、知らなかった。アパートに隠し部屋がある。隠し部屋がどこに？楽譜、楽譜、いい、もう楽譜は渡さんでええぜ。楽譜読めないか。3回ぐらい無理やり楽譜渡してました。隠し部屋があるって。え、翻訳、時間が真実を告げる。時間が真実、何言ってんだお前。もちろん。え、かわいい。おお、シムス、時間が、ああ、これは何かのヒントかな。はいはい、もうちょいヒントがあるんか。さあ、おい、お、もうなんかある。困るから開けよ。なんもないかい。なんもない。デジコード、え、あ、でもコードわかんない。いや、まだ知らんな。デジコード、シムス、こんなものデジコードがあったなんて気づかなかった。どうしよう、パソコンなんて全くわからないよ。あ、時間、時計。おお、すげえ。待って、安心のところかな。5 5 1 1 1 1。おお、すげえ、開いた。気持ちかった今の。いや、今のはすごかったね。よく気づいたね。うわ、すごなんか、いいね、ラボ感あるね。この部屋見たことがないや、ずっと隠してたなんて信じられないよ。この設計図、ジョーグ用の武器のことは、お、パパは秘密主義だったからね。パパがね、武器は理論的には動作するけど本当の環境でテストしたいって言ってた。スラムを出てアウトサイドに行ったきり戻ってこないんだ。武器手に入んじゃない。なんだなんだ、ディフクル、ディフラ、ディフラクサー設計図、コンセプト、光のベースのハンドガン。ああ、武器の名前か。おお、なるほどね。ディフラクサー、なんだなんだ。おお、お、いいよ、なんかあるぞ。なんだなんだ、ない。あ、ん、違うか。え、何もない。なんもないけど、箱楽しい。箱楽しいじゃないっすね。もうないけど箱楽しい。上いけるね。ああ、いける。いいよ。これも落としたら何か出る。お、なんか出た。トランシーバー。トランシーバー。壊れたトラッカー。待って、思い出した。これはパパのトラッカーだ。いや、お前。パパはいつもトラッカーを使って僕がどこにいるかチェックしていたんだ。今度は僕たちの番だ。これでパパを探そう。パパまだ生きているかもしれないから信じられないよ。すごくパパに会いたいよ。19の武器が必要だよね。パパは確かに持ってきたよ。トラッカーを探そう。そうすればパパを探せるから。スラムのどこかに直せる人がいると。こっちに来てドアを開けてあげるよ。開けてよーって、うちの子こうやって泣くわ。聞こえ、かわいい。はい、ありがとう。またね。お、押し出せる。え、あ、ギターで雰囲気のある演奏します。面白いこと。あ、これじゃねえか。楽譜持っていったらいける。え、
私はエレベーターの近くに住んでいます。おい、なんかもうしゅきみ、ちょっと音楽聴きたい気持ちもあるな。うわ、気になっちゃうな。今進めてるけどこれ気になっちゃうわ。あいつらのペンキのバケツをもう落とさないようにしないと。カスコースマン怒るやろ。近かった。この人じゃない。あれ、左エレベーター。おー、気持ちいい。屋根が、お前が屋根でペンキのバケツ、お前が屋根でペンキのバケツで遊んでいるトラブルメーカーか。ああ、あの二人じゃないですか。ほう、あの投げ合ってた二人。 あれこいつらに交渉する。なるほど、マフラー編んでくれたの素敵だと思うね。グラント、こいつじゃない。ママ知ります、何か聞いたか。おしょさっきから、ね、でも壊れてる。村に直せる人がいるかも。バーには行ってみた。ここバーじゃないの。え、怖っ。え、怖いって。怖っ。え、ここバーじゃない。え、ここバーじゃないの。いや、あの人に聞いてみよう。トラッカー直し方知らないよ。バーテンダー。なるほどね。ヘイ、バーテンダーさん。見かけぬ顔だね。いかがしましたか。なんで普通シーンするの。そう。なこの辺りでは見かけないね。こういうの直すの得意な人を知ってるよ。すごい才能がある人なんだけど、ちょっとそのまあ見ればわかるさ。おい、適当やな。彼の名前はエリオット。読めた。これ読めた。エリオットオフィスはここの左側にあります。お店の近くですよ。彼のドアにはマークがいっぱいあります。これじゃね。これか。あ、エリオットプログラミング。ドアをノックして開くのを待て。コンコンコン、開けてくれー。これはノックな。あ、ノックな。おお、エリオットの家に来たの。彼ならあそこにいるよ。え、違うの。奥、それはエリオット見せなきゃ。はい、あそこにいる。おお、上か。上、おいた、あ、いた。ぽいぽいぽい。絶対エリオットやん。絶対エリオット。おお、はい、どうしましたか。わあ、すごいトラッカーですね。トン、ト、トヒマ、トヒマ。マーブ2000モデルです。これを使えば誰でもトラックできますよ。私も試していいですか。直し方はわかるのですが、こんなに震えてるとキーボードを使えないんです。病気か何かでしょうか。気分が悪いのは確かです。こんなに震えていれば作業ができません。毛布があれば震えが止まります。トラッカーを直せるかもしれません。もう、なんかマフラーの網がどうの方のってた人いたよね。あ、いた。ね。服を渡してごらん。元気になる。なんか服屋って書いてあったな、確かに。服屋。お、服屋っぽい、服屋っぽい。じゃあそれもらおうぜ。俺、くださいよ。この服作ってくれたんだ。スタイリッシュでしょ。学は、くそに。何か欲しい。お。服はない。くそ。ジワップ。おじさん、ここここ。ほら。グランマ。とにかく編み物が大好きなので、マフラーは770キロメートル。やりがいを感じるわ。電気ケーブルを持ってきてくれれば、ポンチを編み込んだけど、あんた似合うと思うの。でもこの辺でそれを見つけるのは大変ね。電気ケーブル、電気ケーブル。電気屋さん。よいしょ、頑張れ。よいしょ。とりあえず登ってみるじゃん。ペンキの二人を止めたら、あそこドア開くんですかね。行ってみようか。君は気をつけて集中しないと、またバケツ落としたくないよ。え、でもこのバケツ落としてんのがなんちゃら言って。ねえ、あ、待って、これだ。行くぞ。投げるタイミングだと思う、さすがに。え、声ちっちゃ。めちゃくちゃ優しめのニャーでしたね。ほんと、もっともっとニャーみたいに行くかと思った。起きた。出てくる。お、お、展開がなんか進んだぞ。進んだ。それで開いたわ、開いたね。で、これで降りたい。
よいしょ、よいしょ。めっちゃ邪魔。ハメになったよ。掃除するハメなんてもういたぜ。やめろ、この悪ガキども。さあ、何があるかしら。何がある。あ、でも毛布かなんか探すの、これ、ね、違うのか。何かを見つける。意外とあんま関係ないな、ね。これ違う、もしかしてサブ、サブ、サブの可能性もありますね。うん。おーおー、拝借しまして。こいつなんか探してんの。ブツブツ交換マンのところへ来なさい。そこにはあなたが欲しいものがある。交換マン、ブツブツ交換マン、なんだよブツブツ交換マンって。じゃあこのボトルめちゃくちゃいいのと変えてくれるんじゃない。ねえ、あ、もしかして君はブツブツ交換マン。違うね、全然違った。ブツブツ交換マンかと思った。お、君はゴミあさりマンやった。ゴミあさりマンと、さあ君はこの辺を。あ、でもなんかゴミ箱の なんかなんちゃら言ってたの。ねえ、なんか出てくるみたいな。おお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 。さあどういうの。こんにちは、おちびさん、電気ケーブルを持ってきてくれた。本書を作ってくれありがとうね。すぐに編み始めるわ。編み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 。あ、こっからどうなる。こっからポンチョ。ほらエリオット、エリオット、ほら持ってきたよ。トラッカーはここにあります。しかし彼は畳める布がない。仕事に集中できません。これだ。どこでこれを見つけたんですか。すごいです。よし、食べさせてください。寒いんだロボットも、ね、もうグッバイ震えです。かわいい。焼肉屋さん、トラッカーを直してみせる。どれだよ、コアアップデートしこうしてくじゃーん。天才やスピードもうスラ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 じゃーん。できました、おちびさん。探してる人をトラッキングできるといいですね。で、これで、で、あの、あれか、息子セアシームス、シームス、ここだ。あ、おお、そう。治ったの、すごいんだね。こっちに持ってきて。ピング、ピング、トラッカーの指示したが、パパが行った場所が分かるかも。こっから交代してみる。え、こっからっすか。で、このままだと俺ずっとやっちゃいそうだ。だいぶこっから難しになりそうな気するんですけど。あ、お、間違いねえ。パパは本当にスラムを出たんだ。なんだって。そこは危険だけど、僕は真実を知る必要がある。やってみよう。やってみよう。おお、なんかすごそう。急に急に来たね、ムービーが。うわ、マジで新章じゃん、こっから。うお。え、え、出た。外に。出た。え、いや、外なのか。外なのか。これは。もう一つのなんかなのか。あ、この卵みたいなやつが、はいはい、ジャークのなんか卵みたいな。うわ、そう、やばいやん。ジャークの量やばい。いや、そうなのよ。で、出てきたら走って逃げるしかない。お、ビビってるね。いい緊張感だ。シームスバリビビってる。そう、あの、めっちゃやられちゃうの、そのジャーク。全部ジャークの卵だ。きっと僕らは食べちゃうんだ。これ以上僕は危ないよ。君みたいに走れないよ。僕だけゾロク捕まっちゃう。なるほどね。ほら、このバッジをつけてパパが見たら君は仲間だって分かってくれるから。おお、アウトサイダーバッジ。おお、開けてくれる。飛んでるのとかは、あの、出るのか。うん、でも勝手に。うわ、来たね。で、なんかバツとかが出てくるとそこのアクションできる。あー、なるほど。え、デッドエンド、怖っ。何、いや、もう不気味でしかねえな。ここ交代してすぐデッドエンド。やばいね。ジャンプとかはそのバッ、おー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 、かわいい、かわいい。ちょっと
あ、やばい、来た。うわー、歌う、歌う、ナイスナイス、待って待って、すげーすげー、うわー、やばい、やばい、やばい、クリアだね、うわー、交代した瞬間ゲーム変わってます。確かになんか謎解きゲームのつもりで交代したのに俺急になんか急にアクションになったのね、急に。バツね、飛ぶときはバツ、そう、バツ。おーい、あーまーにあー一回やってみ、オーケー、一回やろう。これはさすがにむずいわ。やだ、待ち、こんなとこすぐ出てやる。はい、怖い、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 はい、あーはい、やばい、やばい、はい、やばい、あれって、おーやばい、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 早いって、あれ、丸連打して、おーやばい、そう、連打して、うおー、あー、いける、いける、いや、怖い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 、うわ、やばい、いや、多すぎるって、やばい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 、おい、おい、おい、あー、いける、いける、いける、あい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 、いけ、いけ、いけ、はい、前から組んだ、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 いける、いける、いける、うわー、ナイス、ナイス、いいよ、いいよ、いいよ、あー、いやだ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 、こっちだ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 、あー、やだ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 、おーっしょー、ナイス、うん、まだいる、まだいる、マイク、ちょっと変われないか、お、いけ、いける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 、いけた、いけた、よいしょ、さすが、おーい、やっぱ3回目のやついけるもんだな。じゃあこっから、さすが、よし、下だ、下行って、うん、おーおー、いいね、気持ちいい。ちょっと待って、待ったちゃん、え、待って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 、何これ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 、おーおーおー、すごい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 、おーおーおー、大丈夫、大丈夫、大輝、大丈夫か、大丈夫ですよ、随分かこっちました、違いました、どこかこの辺りに入って間もなくです、何やって、よし、行こうか、あ、足痛いね、あ、怪我してる、足痛いね、やだね、大丈夫、あ、治った治った、いや、横横してるでも、気になるよね、お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 、これは進んだから音が変わった、ここに、ここにあれがいるんですかね、ねえ、あ、うわ、飼ってる、うわ、え、なんかアクションできるの、うわうちの子もよくケージの上登ってたな、大丈夫、下、下だね、うわ、楽しみ、いるよ、誰か、きたー、え、死んでる、頭死んでる、おお、すんごいビジュアル、すごっ、目そこなんだ、会えた、目どっち、ね、目そっちでいいんだ、そういうことはないの、誰だ、足のバッチをつけてるではないか、どこで見つけた、足の息子からもらったのか、足の賢いやつめ、ほお、長い間ここに一人でいる、リフク、リフラクサーの手さのためにここに来た、あの武器や、そうや、家に戻りたい、泣きたいほどの作りを置いて、家の中は自由に見てくれ、だがどうやってこの場所から抜け出すかはわしには皆目見当がつかない、マジ、ドゥーク、家の中自由に見てくれ、なんかあるんじゃね、あの机の上って登れないの、どっかです、あ、そう、あ、これじゃね、武器、あ、あるね、こっち側からは、こっち、お、いけ、いける、いける、うわっ、あった、ドクマサーキットブーチャイズでザークとも紙吹雪のように吹き飛ばされる、めちゃくちゃいいじゃん、この赤んボードを進むには 1.21 ジゴワット必要だ、ジゴワット、ここでそこまでの電流を起こせるのは家の外にあるジェネレーターだけだ、これ知れないな、ヒューズが飛んでるようだ、修理するには外に出るしか出なければならない、だが外はザークでもないと危険だ、ちょっと私は機敏には動けんだが、お前にはやれるだろう、お前がジェネレーターの場所まで行ってヒューズを取り替えてくれれば、おわしのディフラクサーにチャージすることができる、おう、ジェネレーター、このヒューズを持っていきなさい、新品だ、あ、これを取り替えたらいいな、あ、なるほどね、ジェネレーター起動時に大きな音が出るからザークに見つかる可能性がある、お前がジェネレーターを直したらわしがリフラクサーにチャージをして直ちに起動する、このケーブルをたどっていきヒューズを取り替えるだけでいい、その後ここで見たグッドラック、オッケー、グッドラック、グッドラック、このケーブルをたどって
なるほどね。帰り際だけ危ないってことやな。確かに来るからこっちなんや。全然いないじゃんね。そう多分あの取り替えたら来ちゃうよって。来ちゃう。お来た。おやばい。お大きな音出る。やめて音出ないで。およし、あそこまで行ったら助かる。逃げるぞ速攻。めっちゃ怖がってる。やばいんじゃない。おおおおやばいやばいやばい。えナイスの。うっすげえ、めっちゃ強い。超強いじゃん。その中入ってけよみたいなことか。あ、やばいじゃん。おおおおおお。いや、やばい、遅れるんだ、遅れる、遅れる、ライトが、ライトが。無理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 リトライ。わちょっと任せます。任せろ。ほな行っちゃいましょうか。助けてー。 これを利用しなあかんのか。イエス。行くよ。あ、やばい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 。はい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 。あ、なるほどね。はい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 。あ、やばいやばい、来てる来てる。あ、オッケーオッケーオッケー。ここがやばい。あ、だから一回待っといたら大丈夫。そういうことだ多分。ケーブル、ケーブル、ケーブル、あ、ケーブルこれだ。あ、もうついた。よっしゃ、ナイス。イエーイ。めっちゃ喜んでる。めっちゃ喜んでる。何喋ってんだよ。え、でかしたぞ。データが直った。ナイス。ディフラクサーのパワーを見たか。これでここから出してくる。ちょっと待って、ディフラクサーをお前のドローンに装着できるかもしれない。え、これ来たらもう最強じゃん。もう最強。もう走ってるだけでねえ、倒せる。ディフロクサー、お前のナイスでドローンにバッチリインストールされた。インストール。電源が切れるわけではないが、あまり使いすぎると故障するかもしれない。危険だということを忘れない。さあ村に戻ろう。息子をもうじき帰るぞ。来た。うわーお。お。怖いよな。お。お。え。でも追い払って先に進むぞ。どうするんですか。進むぞ。お。おお、すごい。ええー。思ったらオーバーヒルだろ。そうなったら過ごしやすといい。あ、かわいい。ぽい。スイッチがつかない。電球通ってくるわ。ました、謎解き。やっぱあのドラム缶を動かすやつだ。これ動かすの。そう、中に入るとね、回る。ああ、なるほど。そう、かわいい。おー、なるほどね。さあ、どこなんだ。そうだね、このダクトの中入れないもんね。こうして、あ、なんかある。すげえすげえ、文字じゃん。降りるしかないのか。なさそうだ。降りるだけ。え、怖い。あ、これだ。あ、あった。ナイス。かわいい。あ、開いた。あ、はいはい。やーん。ああ、来てる。いいぞいいぞ。ナイス。おお、壊れた。で、この時間だけあれなんだ、休みが必要なんだ。だから使いすぎるとね。あ、おお、ナイス。やばい、あ、一匹でもダメなんだ。あ、一匹いたね。でもいやすぐに、おお、やばい、めっちゃくんじゃん。すぐに俺のとこ来る。あー、いいよと。どうして、え、これどうすればいいの。はい、あ、だからはいはいはい、ボタンを押すのか、はい、こうかこうか。やばいやばいやばい。お前はなんかボタンみたいなのを押したらこれか。あ、開くんだ。え、おお、やばいやばい。
ほらほら、やばいやばいです、やばい、ちょっと我慢してて、ちょっと我慢してて、もうなんだすごいじゃん。一回向こう行こう。いいよ。でここに来て、やばい、いけ、おら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 、シュ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 、逃げろ逃げろ、まだ登ってないの、よし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 、ほらやばい、壊れんな壊れんな壊れんな、やばいやばいやばい、頑張れ頑張れ頑張れ、危ない頑張れ、はい来た、おら、あ、ここを倒しきれば、わー、よし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 、あと一人って言ってもねえ、バカ言っちゃう、おいいね、おーオッケー、よしよしよし、進んだぞ、よっしゃ、よかったよかった、よしよし、いけるいけるいける、あ、いける、あ、帰れた、ここだ、お、来た来た、再会、お父さんとの、あ、感動の瞬間、泣いてまうんちゃん、あー、いいね、いいよ、再会の時の強さのハグ、ハートだ、あー、ハート、ワンニム、ちゃんとドックをシームスがもう一人もう一人としている、している、さあ、これでザークたちを倒す準備は整った、お、え、モモが下水道で待っている、めっちゃ進んだんじゃない、これチャプター2ついった、おー、チャプター2、すげえ、あー、すごい、チャプター2つも行ったの、すごい、いやー、すげえわ、いやでも面白かったっすね、いや、おもろいね、やっぱこれね、謎解きもおもろいし、ちょっと俺、ザーク慣れをしてないっすあー、無理無理って、一回やられたらもうすぐ俺に来ちゃうもんね、もうすぐ回した方が、いや、確かに、効率が良かったね、この動画が面白かったなと思ってきたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします、します、以上、俺たちでした、俺たちでした。